14時42分ですね。もうそろそろね、3時になろうかというところですね。こちらですね、大津ですね、鹿児島県のですね、海洋センターのね、あるところまで車で来まして、そのですね、さっき、そうですね、50メーターぐらいね、先にね、ちょっと遊歩道みたいに、ね、ちょっと飛んでるんですね、ここね、ヘリが。遊歩道みたいな感じでね。で、そこのね、遊歩道をね、ちょっと使ってね、ありました、今日は。写真で見たのは多分ここですね。この人ですね、なんかね、ちょっと岩がね、こう、ね、ぐるっと。エントリーするのにまたね、良さげないんですよ、もう波がほぼほぼ全くないぐらいな感じでね、もう10センチ、1センチであるかないか、まあ、今日ね、風がありますけど、で、このね、長いね、この岩ですね、それ沿いにね、行くとね、まあ、水深的にはそうですね、1メーターから 1.5 メーターぐらいの感じを受けますね。なので、ちょうどね、海の、ね、外側の方に、ね、出ていくのが、ね、ちょうどいいかもしれないので、ね、はい、痛いと思います。今ね、バスの中で、A20 のね、アクティブカメラをね、つけてます。で、一応ね、ハウリングでもね、音はね、拾ってるようなんですね。ただ、ちょっと雑音モデルのね、音なんですね。ただ、まあ、ほとんどね、声も入るっていうのがすごいですね、ハウジングをつけててね。ではね、入りたいと思いますけどね、あとね、このね、フィーンとね、グローブしてね、入りますけど、水の中でもね、ちょっとね、喋ってみようかなと思いますよ。水の中でも。もしかするとね、水の中でね、喋っててね、もしかするとね、声拾うかもしれないですよね。拾うかもしれない。であとね、ボスなんですけど、午前中ね、入ったところをね、そこの人だったんですけどね、このね、緑色、ね、これ、緑色、なんか苔みたいなのを持ったんですけど、まあ海藻っていうか、あれですね、海苔ですね、海苔。海苔がね、岩にね、たくさんね、ついてるんですね。で、緑色なんですね。魚とかね、磯の動物がね、なかなかあんまり見えないんですけど、この海苔はね、たくさん見れます。一面ね、海苔みたいな、こんな感じ。なので、海苔があるから、またね、直岩じゃないんでね、また、エントリーね、しやすかったりね、しますよね。でね、グローブはね、はめないとね、グローブして、結構ね、海に入るのはね、時間かかりますからね、準備にね。ウェットを着たりね、マスクね、しなきゃいけないね、グローブしないといけないですから。
この畑を歩けたらですね、参加者がありました。あと、ブルーもありましたから、ちょっと当たりと違うのありました。じゃあ先ほどで、それを見せる。Thank you.